ウミアイサは、長モクカモカウミアイサ族に分類される鳥類。アイスランド、スカンジナビア半島、シベリア、アラスカ、グリーンランドなどで繁殖する。冬季になると、ヨーロッパの大西洋、地中海沿岸部、中華人民共和国先部、日本沿岸部、北アメリカ大陸沿岸部などで越冬する。北海道で繁殖の記録ありとする書籍もあるが、 川イさと誤認された可能性がある。全長48から66センチメートル。翼長22から26センチメートル。体重900から1200グラム。口彩は赤い。くちばしや光子の色彩は赤い。オスの頭部は光沢のある緑黒色で、後頭が二段状に伸長する。頸部に白い帯模様があり。 その下に黒色藩が混じった褐色の帯模様が入る。体側面は白色部と黒色部からなる細かい波状の反紋があり、仮面は白い。メスやオスの批判職場根は頭部が褐色で、頸部から体は肺褐色。越冬時は沿岸部や入江などに生息するが、沿岸部の湖などで見られることもある。時々砂浜に上がり休息している姿も観察される。 群れで行動していることが多い。繁殖期は、亜寒帯や北部温帯の淡水湖障や河川に生息する。しばしば、小規模のコロニーを形成する。主に魚類を食べるが、ヒナや幼鳥は、甲殻類も食べる。繁殖様式は乱生。岩陰や矢部に映像するが、軌道に映像したり巣箱を利用することもある。7から10個の卵を産む。 放卵期間は28から32日。孵化したヒナは母親が保護するが、後に1から2羽のメスが合流したヒナを保護する。分布が非常に広く、生息数は安定していると考えられ、2018年の時点では種として絶滅の恐れは低いと考えられている。一方で森林伐採やダム建設などによる生息地の破壊、水質汚染、狩猟、 外朝としての駆除、漁業による根核、鳥インフルエンザなどの感染症などによる影響が懸念されている。ありがとうございます。